はい、どうも皆さん、マスです。あー、久々に撮るこの感じ。はい、というわけでですね、公言しておりました、日本一周出発日になっております。はい、がしかし、まあ案の定ね、まあザザ降りの雨でして、今日はなんとか今のところね、雨は止んだんですけど、日本一周出発日雨っていうね、また雨かーって感じですね。もうね、しかもね、レインコートをどっかにやっちゃったっぽくってないんだよね。3月末にも有給消化中に行ってやろうっていう気持ちでいたんだけど、まあなんやかんやね、出回ってたりしたから1ヶ月ぐらいね過ぎるっていう。めっちゃ忘れ物してる気でならんのだけど大丈夫かな。いやー、過去一の積載量ですね。あんまなんか日本一周の感覚ないな。日本一周って言っても、まあただただ休み取って行きたいとこ回るってだけなんだけど、自走で近くから回ろうかとも一瞬考えたんだけど、関西方面な、結構回ったからなと思って、それやったらちょっと端っこあたりから行こうと思いまして、今回はですね、サンフラワーに乗って、九州着を目指します。でそのまま鹿児島回ってもいいんだけど、まだちょっとそこら辺ノープランなので、まあおいおい決めようかな。おいおいって言っても明日なんだけどね。あ、35番左です。充電がなんか。綺麗。マジか。マジホテルやん。すごい。マジ。待って、すごくない？ソファーあるよ、ソファー。すげえ。もしかしたら、すごっ。あ、シャワーもできるんや。おー、いいね、いいね。マジホテルやん。はい、チョクラ船内を散策したいと思います。まだ出航はしていませんが、初のサンフラワーでございます。あ、テンション上がるね、やっぱり。そういえば部屋にね、冷蔵庫をついてるんですけど、これがね、めっちゃうまいらしいですよ。これは飲んどいた方がいいって言われたんで、ちょっと後で飲みます。超いいですね。すげえ晴れたな。しっかり晴れました。いやー、とうとう大阪から出ます。いやー、緊張するな。あ、動いてる。出航した。いや、手振ってるよ。しごい。すごい、見送られてる感ある。はい、今からね、鹿児島の方に行きたいなと思います。では改めまして、日本一周始まります。
わ、すごいね。めちゃめちゃ綺麗やね。あー、なんか感慨深いものがありますね。いざ大阪を出るとなると。何やら、8時からねプロジェクトマッピングのなんか映像が流れるそうなので、ちょっと行ってきたいなと思います。今ね、コーヒー飲もうと思ったらね、クッキー発見しました。これいいのかな、食べて。いやめっちゃ寝た。めちゃめちゃ寝ましたね。とりあえず、着いたら、ちょっと宮崎の方にね向かっていきたいなと思っております。失礼します。デバイス1接続。おお、あったか、暑いっていうか、しぶし到着しました。あさってなんでこんな力入らんかな。ガソリン。I'm gonna be that time.